皆さん、この議員さんはお給料が欲しくてやってます。お給料なくそうっていうすごいいいアイデアに大反対してるんですよ。こんな議員さんが市をやってたら絶対市が良くなるわけないんですよ。そりゃそうでしょ、そりゃそうですよ。お給料が欲しいんですから、お給料なしにしましょうよ。先生、市議会議員のお給料なしにしましょうよ。この市借金だらけなんですよ。先生お願いしますよ。先生方が分かってくんなかったら市良くなるわけないでしょうよ。ねえ、借金なくしたいんですよ先生。この市の先生たちのお給料なくしましょうよ。できるんだから自分たちで、なんでやんないですか。自分たちでやれるのになんで先生やんないですか。自分たちでお給料ゼロにできんですよ、市議会議員は。なんでやんないですか。やりましょうよ。この市の借金320億円少なくしましょう先生方。借金、先生方のお給料ゼロにして、まず身を削る政策、自分たちのお給料ゼロしません。さ、ナイスアイデアでしょうよ先生。給料ゼロしましょうよ、市議会議員の。ねえ、そうしません。俺言ってること間違ってます、間違ってますか。一番いい方法だと思うんですけど。生活のもう言うことわかる。